はい、それでは鶴の折り方をレクチャーしたいと思います。完成形はこんな感じですね。はい、代表的な折り紙です。はい、鶴、それではですね、まずは鶴は三角に折ります。で、この三角も半分に折ります。はい、次はですね、これを袋状に開いておきます。先端に指を差し込んで、なるべくきれいにピシッと袋状になるように折っていきます。はい、で逆もですね、同様に袋状に開いていきます。同じく先端に指を突き入れて、ラインがピシッと出るように折り込んでください。はい、こんな感じですね。はい、でここからが問題なんですが、私のように指が太くて手が大きい人間には少し難しいですが、この両方の端をですね、真ん中のセンターのこの線に合わせてぴったり、そして、先端がまあなるべく尖るように綺麗にこうなるべく折ってあげてください。この時ですね、この中心線にぴったりと沿うように、真ん中のこの隙間がね、開かないようにピシッと折ってあげた方が鶴の仕上がりが綺麗になります。はい、で、この状態まで両方折ったらですね、今度は上を、この横のラインに合わせて下へ折ります。はい、で開くとこんな感じ、この形まで大丈夫ですかね。はい、それでですね、今度はここからが繊細な作業になります。この横のラインですね、横のラインを頂点に袋状に開きます。この上の部分の折り目は逆の折り目なので、まあ多少こう成形してあげてからですね、開いてあげた方が綺麗に折れるんじゃないかなと思います。この角もですね、指を突き入れてあげて、このラインが綺麗に出る状況にしてあげてから、開いて袋状にすると綺麗に仕上がるんじゃないかと思います。はい、綺麗にちゃんと折れると、このようにとんがっていい感じにピシッと折り目がついてると思います。はい、でできたらですね、同様に逆側も、中心線にまず合わせて、両端の部分を真ん中に折り込みます。そして上から下へ折り目をつけます。はい、で同様に、この上のラインを基準にですね、袋状に開きます。
こんな形、鶴っぽく若干なったかと思います。はい、そしてですね、次はこの羽を内側へ、細くします。同様に真ん中の中心線に、合わせてですね、なるべく先が尖るように、揃って尖ってくれるようにですね、ここは若干気を使って繊細に折ってください。左右同様に真ん中へ向けて折り込んでいきます。はい、こんな感じですね。はい、で同様に逆側も真ん中へ向けてピシッと揃うように、先端が、下の先端が尖るようにですね、きれいに揃うように折ってあげます。ここでですね、ちゃんときれいに折れるかどうかが鶴の仕上がった姿に影響が出ますので、はい、ピシッとなるべく揃えてきれいにですね折ってあげてください。はい、でですね、今度はここまで来たら、今折っていた面の横ですね、横の面でこの折り目が真ん中ら辺にあるんですが、この折り目に合わせて上へ折り返します。そして真ん中へ折りたたんでください。こうすることで鶴の顔と尻尾の部分ですねが出来上がります。左右同様に、中心線に向けて上へ折り込むと、この折り返しも同様に、繊細にねやってあげると鶴の立ち姿が綺麗になります。はい、この際にですね、出来がいい方を、尻尾にしたりで、ちょこっと若干こう重なってしまったっていう方を顔にしてあげて、そうすると綺麗になると思います。はい、でここまでできたらですね、もうほぼ完成なんですが、先ほどのじゃあ、出来が悪い方を、鶴の顔にするとして、くちばしを折ります。非常に基本的にこの鶴はですね、繊細なテクニカルな作業が多いので、細心の注意を払いつつこのような形にまで守っていきます。はい、そしたらですね、次はもう羽を、横に広げる感じに持ってですね、この一番下の部分ですね、お尻の部分に少しだけ穴が開いてるんですが、ここに息を吹き入れてください。はい、若干羽をですね、こう開きつつ少し開いてあげて、こう唇に当てて空気を吹き入れます。するとこの胴体のところがですね膨らみますんで、これで、鶴の完成になります。はい、こんな感じに膨らんでいれば大丈夫です。はい、これで鶴の完成になります。以上です。